皆さんこんにちは。ホジュラ写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも。梅雨が明けましたけども、日本の夏ってね、なかなか天候が不安定でね、梅雨は明けたけども天気予報が晴れっていうから晴れの場所に行ったらなかなか晴れてなかったりとか、あと直前になって天気が変わって、予定した場所からちょっと移動しなきゃいけなくなったとかね、なんかそんな感じで、まだまだその梅雨明けだけども晴れているはずなんですけども、晴れ間に巡り合えないみたいな、そういうことって多いんじゃないかなと思います。でこのチャンネルではですね、もうあれは3年前になるんでしょうか、以前に天気予報のサイト、特集みたいな動画を作ってます。こちらどうぞ、はい、お時間あったら見てくださいね。そういうのも作ったんですが、なるべくねこう撮影の時っていうのは必ず晴天に巡り合いたいので、まあ、例えばここで紹介しているウィンディとか SCW とかね、星空を撮影する人が誰もが使っているようなサイトを見て、なかなかその撮影に行くべきかどうか判断できない時ってあると思うんですよ。だからなるべくその情報量をねたくさん持っておきたいと。そんな時にですね、私は活用している、サイトアプリを紹介したいと思います。その名もですね、クリアアウトサイドという、サイトになります。このサイトね、結構上級者向けというか情報量がすごく多かったりとか、情報の表示の仕方が上級者向けのところがあるので難しいんですけど、使い方分かっておくとめちゃめちゃ頼りになるサイトだと思いますので、この動画でですね勉強していっていただければと思います。はい、それでは行ってみましょう。このクリアアウトサイドというサイトですね、簡単に説明するとっていうか、私もまあ詳しく分かんないんですけど、海外のサイトなんですが、この右上にあるね、ファーストライトオプティクスっていう、これあのヨーロッパの天体望遠鏡屋さんなのかな、がなんかその大きいところからデータを取って提供している天気予報サイトになります。でこれ今クリアアウトサイドのホームページを見ているところなんですが、このクリアアウトサイドのサイトは PC、Mac のようなそのパソコンでね見るような、サイトと、それからスマートフォンのアプリとですね、2つあるんですよ。で両方解説していきたいと思います。ざっと見てみるとなんとなくこれ書いてあることわかると思うんですけど、1週間分天気が出ます。でこの月齢だとか、何時何分に月が昇って月が下が沈むとかね、上に戻るとここにですねアドレス、上を見るとですね、このアドレスを入れるようなところと、この緯度経度を入れるような、項目があります。今私これ Mac を使ってて、Mac の Google Chrome でこのブラウザで開いてるんですけども、右クリックするとこれ日本語に翻訳ってのが出てくるので、まあ、翻訳するとちょっと見やすくなりますね。何が書いてるのか分かるようになります。はい、でですね、先にこっちから行こうかな。この例えば木曜日、今日8月3日なんですけど、これを開くと、こういうふうにいろいろな情報が出てきます。ここは時間ですね。でこの色分けされているのが、これがその昼間だったり夜だったり夕暮れだったりブルーアワーだったりとかっていうのがあります。でここをですね、雲の総数、低い雲、中程度の雲、上空の雲っていうのがこうパーセンテージで描かれてます。0だと雲全然ないよってことですね。高い数値ほど雲は何かしらあるよと。だから高い雲、真ん中の雲、低い雲っていう風な3段階で分かれてて、雲海狙いたい時とかね、この低い雲があるけど中と上空の雲、高層雲ですよね、この2つがなくて低い雲だけあるような状況だったら雲海出るんじゃないかみたいな、まあそういう予測になります。でこの ISS 国際宇宙ステーションが、通るときはここにマークがつきます。はい。で視認性っていうのは、まあ、どこまで、天気が悪い時にどこまで見えますかみたいな感じで、まあ、霧がパーセンテージで出たりとか、この雨が降る降らないっていうのが出たりとか、こういうのって登山する方とかは結構、利用価値があるんじゃないかなと思います。降水確率、降水量も出てて、風速も出ます。風速がこれ MPH なので、日本のその風速に換算するには 0.6 倍するんだったかな、なんかちょっと詳しくないんですけど、とにかくこれが緑色の場合だと風が弱いっていう風に判断していいと思います。
で、これ霜が降りるか、温度こう感じます。これフィールライク、多分ね体感温度のことだと思うんですよ、風速をさっぴいた時の体感温度とか、まあそういうのになると思います。で露天とか露天っていうのがこうデューポイントと言いますが、この温度よりも機材が下回ると梅雨がつきますよっていうことですね。だからこの、その下の湿度、相対湿度が多い時っていうのはこの温度とデューポイント、露天の温度差が近くて、湿度が低ければ、この温度差が、開くというような感じで、まあ、レンズヒーター巻く巻かないの判断もそうですけど、梅雨がつきやすいかつきにくいかっていうような話になるんですね。で、まあ、圧力保存ちょっとここは私よくわかりませんでですね、これ今ですね、どこになったの、これイギリスデボン州の天気が出てるんですけど、まあイギリス全部真っ赤かですね、天気が悪いですね。じゃあ実際これを活用するときにどうすればいいのかっていう話をしていきたいと思います。私がこのサイトを使うときっていうのはウィンディーとか SCW とかを見て、まあ晴れそうだな、でもなんか微妙だぞと、それぞれウィンディーも SCW もなんか違うこと言ってるなみたいなときあるじゃないですか。そういうときにもうちょっと情報が欲しいっていうときにこれを見たりします。例えばそうだな、伊豆の爪木崎にしましょうか。まあ有名なところで伊豆の爪木崎をの天気を調べたいときですよね、そういうときにはですね、まあ使い方2パターンなんですが、まず1つ目はここに緯度経度を入れるっていうことですね。はい、今 Google マップを開きましたが、緯度経度を調べるときは例えばこうやってこう Google マップでね、調べて爪木崎って選んで爪木崎灯台、はい、ここだよと、はい、この爪木崎灯台の緯度経度ですよ。なんかここからねこうやってちょっとずらすとこういう風に出てきますから、これだと 34.565、 小数点2桁までできます。 34.65、138.98 というのは統計になるんですけど、緯度と経度が出てきます。でこれをクリアアウトサイドに言います。3465、34.65 とそれから 138.98 138.98、はい、でこれで天気予報を習得するっていうところをクリックします。そうすると、爪木崎の、場所の情報が出てきます。ほらほら出てきました。爪木崎晴れないね、爪木崎もね、晴れるときね、ここグリーンになるんですよ。いけるよって、この雲の総数のところですよね、が 30% 以上あるので、ちょっと撮影するには雲多いんじゃないですかみたいな感じですよね。あとね暑いんだねこれね、温度が高い、だから温度が高いとカメラが熱ノイズを持ちやすいので、熱ノイズが発生しやすくなるので、カメラを何かしらの方法で冷やすなりして熱ノイズを抑えるっていう対策が必要かもしれませんねみたいなことがここでわかるわけですね。風は弱いですね。ちょっと爪木崎だとあまり参考にならないな。ちょっと朝霧高原に変えてみましょうか。Google マップ見て朝霧高原、はい、朝霧高原、まあどこでもいいんでちょっとクリックしてですね、3541、それから138585 と、ゲットフォーキャスト、天気予報を取得する。はい、そうするとちょっと緑やったら、ほらほらほら、この緑があるところっていうのは撮影適してますよっていうことで、雲の総数が根本的に少ない時になるんですね。だからまあちょっとまあ、ね、天気ね、まあこの1週間ちょっと今ね台風が近づいてるんで、でそのせいだと思うんですけども、ちょっとここ向こう1週間は関東方面は天気悪いなみたいな感じなんですけど、天気がいい時ってのはこうやって青いところが出ます。はい、で一応基本的な使い方は今の使い方ですね。今のがそのクリアアウトサイドのホームページの使い方です。 Google マップなり他のソフトで緯度経度を調べて、それを入力して、で天気を調べるっていう、まあそこの天気の情報をゲットするっていう感じですね。で次はね、アプリ、スマホアプリの方をご説明したいと思います。はい、では、スマートアプリですね。このクリアアウトサイドをクリックします。これ Android も iPhone も両方使えます。はい、
で、ホームっていうのが、またなんかこれ、デボンなんだよね。イギリスの、多分これ FLO がある場所なのかな、がホームになってますけど、キュアレントロケーションっていう、下のやつね、キュアレントロケーションっていうのが、今いる場所になります。だから、現地に行って、あれなんか天気おかしいぞと思ったら、このキュアレントロケーションをピコッと押すと、その場の、スマートフォンの GPS 情報を拾って、その場のその、天気、を調べてくれるっていう感じですね。で、さっきパソコン版ではそのスクロール縦でしたけど、スマホはこう横スクロールになります。12時超えると日付がこう変わっていく感じですね。はい。で、このロケーションズっていうところを、やると場所を登録することができます。場所を追加する必要があるんですね。で、ロケーションの右上のプラスをタップして、このサーチフォーアドレスのところに、例えば、まあ、さっきみたいな朝霧高原とか、そういう風にですね、住所を入れるっていうのもできるんですけど、なんかね、ちゃんと出てこない時が多いので、緯度経度で入力するのをおすすめします。で、同じく Google マップを開いて、ちょっと私の Google マップですね、なんていうか、これ、黄色いの全部撮影地をチェックしたところなんですけど、ちょっと気持ち悪い感じになってるんですけどね。ちょっとこれ気にしないでください。例えばですね、例えばですね、九州の大観望とかにしましょうか。大観望。阿蘇。はい、大観望にしましょうか。はい、例えば、ここの天気調べたんで、っていう時にこうやってやっぱりちょっとずらしてタップすると、ほら緯度経度が下に出てきますから、これを入れましょう。 32.99 コンマですね。 32.99 コンマ13106、131.06 ピッとやります。で、なんか栃木市アンノウンみたいに出てきますけど、気にしないでください。緯度経度が合ってればいいです。32.99131061320、合ってるね。で、ここに、大観望って入れます。大観望。はい。で、ホームロケーションに、で、ホームロケーションにするかどうかみたいな、これ、チェックがありますけども。はい、セーブします。そうすると、ここに、大観望が登録されましたので、これ大観望チェックすると、大観望の天気が、事前に調べることができます。はい。で、見方は同じですね。やっぱタイムのところに、雲が少ない時間帯は緑になってます。イエローがそこそこ、赤はめちゃめちゃ雲が多いよって感じで、やっぱね、九州方面も今台風来てるからね、ちょっと天気が悪いっていう日がすごく多いですけど、で、この下に行くと見方は同じなんですが、パソコンのホームページのサイトと違って、こっちは日本語に翻訳はしてくれません。英語で書かれているのを読み取っていかなきゃいけないんですが、はい、このように使います。そういえばちょっと説明し忘れましたけども、上の方にですね、アソシージャパン、あ、ちゃんとアソって出てるな。で、緯度経度が表示されてて、その下にスカイクオリティ 21.64 ってあります。これが SQ ですね。夜空の暗さを示すものになります。で、ここにあるマグニチュードっていうのは、地震のことじゃないです。これ、等級のことかな。うん。で、このクラス4ボートルって書いてますけど、これ、ボートルスケール、ボートルスカイスケールかなっていうのがありまして、まあ、光害のその影響みたいなのをクラス分けしたっていうのをボートルスカイスケールなんですよ。その場所の空の暗さとか、そのボートルスケール、光害の多さっていうのは、この上に表示されてるっていう感じですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。天気予報のサイトってね、これからも新しいもの出てくるでしょうし、いろんな衛星が打ち上げられていろんな情報が取れるようになってる世の中ですけども、これからまだまだ、そういう精度が上がっていくんじゃないかと思いますが、それとは別にね、日本の、気象の変化、温暖化というか、それがですね、だいぶ影響が出てきているっていうのが、影響の大きい国がここ日本なのかなという感じはしています。ウィンディーとか SCW とか調べて、もうちょっと情報欲しいなと思って他のサイトを調べに行くっていうことをする方ってやっぱ多いと思うんですよ。
一般的な天気予報ってやっぱりざっくりした天気予報なので、こういうですね細かい情報が拾えるものを使えるようになると非常に撮影のねストレスっていうのが少なくなるんじゃないかなというふうに思います。ただ数値だけで表示されてるサイトなので誰もが使いやすいかというとちょっと違いますよね。どちらかというと中上級者向けなのかなという感じはしてますが、皆さんもぜひご活用いただいて使い慣れてねいけば皆さんの撮影の役に立つこと間違いないと思うので日頃からチェックするようにしてみてください。はい、それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー、どうもどうも。